里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日は、はい、最終回、はい、本当に横一線なのかい、うん、巨人西武編で、はい、最終回ですけど、はい、まあそんなにやっぱ空いてないね。そうですね。でもこんな状況なのに、うん、よく横一線でって言えるよね。逆にね。そうですね。え、前監督言ってます？前監督は言ってないけど、はい、よく言うよね。まあまあ聞きますよね、うん、はい、だって本当に横一線なのは、うん、まあ、今日まだこれからやるけど、はい、オリックスだけだよね。今のところは吉田正尚選手を除くオリックス野手だね。野手って感じ、ね、でピッチャーは山本から山岡を除くピッチャーだから、はい、だからもう、まあ、ほぼ横一線はもうオリックスだけだね、うん、他空いてないもん。いや全然空いてないチームありましたもんね、うんうん、そう考えたらね、だから今度からみんなが聞くたびにも横一線嘘つけって言ってね。そうですね、はい、はい、それを検証する動画だから、はい、じゃ今日は西武、はい、巨人。じゃあ西武、はい、西武も空いてないよ。いやまあそうでしょうね。でキャッチャー、うん、森でしょ、はい、これいるでしょ、うん、去年はね不調だったけども、うん、その前はタイトルホルダーじゃんね、はい、でファースト、うん、山川でしょ、はい、で山川も去年不調だったけど、うん、別にだからってそんな土台が揺るがされるほどじゃないよね、うん、はい、セカンド、うん、外崎じゃんね、はい、アップルパンチ、うん、でサードおかわりくんじゃんね、はい、でそこにもしおかわりくんも全試合なかなかね難しいってなってきた時に来るのがスパンジェンバーグ、はい、でもしくはドラフト1位で取ったね、うん、渡辺くんかな、はい、あ、横浜桐蔭から、ね、はい、そうですね、取った子でしょ、うんうん、でショート源田でしょ、はい、もう内野どこも入ってないね、うんうん、でセンターは、はい、去年怪我してね途中投げた、まあ、金子じゃん、はい、レフト DH、うん、スパンジーか、はい、栗山だよ ね、 そうですね、やっぱ2000番打まで行くために、うんうん、じゃあライトだけでね。だからそうですね、ライトだけです。去年だからその外野の一枠が結構変わりましたよね。そうそう、でしかも金子とかもね、はい、怪我していなかった時もあったん で、うん、でそこにだから鈴木とか、はい、川越、うん、高木とかね、はい、でまあ、木村もそうだし、はい、そうです、その木村選手がまあでも大体出たんですかね。そう、木村が一番ヒットだから、はい、ひょっとしたらライトも木村でいくから、うん、でそうなってきたからもうノーポジション、はい、競争なし。まあ打撃すごいからね、うーん、パンチ西武は、はい、そうですね、で去年は不調もあって、うん、その終盤ウーデンティン出たりとか、うん、キャッチャーも告げ、はい、岡田とかが出たりとか、うん、あのそういったところのね、うん、選手の入れ替え、外野手もねさっき言った選手が出たりとかするのがあったけども、はい、まあ普通にいけば、うん、ちょっとその門番弱ってただけだから、はい、弱くなってるわけじゃないのよ。そうですね、うん、いや秋山選手がいた時って、うん、もう本当に1から9まで毎日同じってイメージなんですよね。そうそうそう、だっておととしは木村があと1、2打席で規定打席で9人全員規定打席だったから。いやそうなんですよね、うん、変わらないですよね。そうだからもうしきついね、うん、そうですね、まあ唯一外野一枠か、うん、そうですね、まだまだ、うん、もしくはおかわり君も全試合無理だからその間にポッて入るかっていうぐらいだね、はい、うん、もう他は無理だね。もうノーサバイバル、ノーサバイバル、ノーサバイバル、うん、いや鈴木選手頑張ってほしいな。頑張ってほしいのは頑張ってほしいよ、はい、うん、でもサバイバルかって言われるともういますよっていう。そうですね、うん、で本当にじゃあ2番手というか、そう2番手争い、なんか2番手の先頭行かなきゃいけない。そうですね、うん、だから何かあった時のために必ずチャンスを掴みに行けるチャンスを、そうそうそう、そのために頑張っとかなきゃいけないね、はい、うんうん、でもピッチャーはね、はい、空いてますよ、はい、やっぱヤクルト西武は防御率最下位だから、はい、ピッチャー空いてる、はい、ピッチャーほぼ空いてるよ、はい、先高橋コーナー決まってるね、うん、今井選手も今決まってますか。いやー怪しいね、競争がね。あ、そうですか、うん、決まってない、うん、はい、決まってるのは先発高橋コーナーで、うん、ニール、はい、あ、そうですね、でダーモディ、はい、ダーモディ、うん、サワンです。あ、新しい、はい、外国人、外国人選手で、ね、でこれ3枚は決まってるね、はい、であとはそうだね、なんか平井投手ってあれなんですよ、まあ、先発チャレンジでも絶対行くかって言われるとね、はい、うん、そう3枚だね、だ3枚空いてるね、3枚さばよ、はい、中継ぎ結構厳しいよ、はい、増田でしょ、はい、平でしょ、うん、で森脇でしょ、はい、でそこにもしギャレットが入ったら、うん、であとは田村とか、うん、伊藤、はい、小川、うん、宮川だっていうところもね、そうですね、来るかも分かんないし、うんうん、先発も松本がね、はい、いるけども、はい、中継ぎないね、意外と埋まってますね、4人ぐらいだね、うん、ピッチャー空いてんの、はい、野手はほぼ空いてない、ピッチャー4人、でも先発結構チャンスありそうですね、めっちゃある、うん、だこの外国人ニールとこの
ダーモディが頑張ってくれないときついよね、うん、やっぱそれだってもう何年連続チーム防御率最下位みたいな感じだから、はい、でもやっぱ中継ぎはいいのよ、森脇が良くなって、うん、平いて、はい、増田いて、うん、っていうんで大川いて、うん、中継ぎいいのよ、ギャレットもいて、だからでもし平井がね先発行くかも分かんないし中継ぎかも分かんないですけど、このバランスはいいんだよね、うん、だから頭なんで先発、はい、戸上投手とかね、うん、そうだね、はい、パッとしないよね、正直そうですね、やっぱ西武だからヨザとかね、アンダースロー、去年一番勝った方でどなたなんですか、高橋光成の8勝8勝か、はい、でその次が松本の6勝、うん、で森脇が中継ぎでね7勝してるっていうのがあるんですけど、はい、であとニールが6勝、うん、だからまあやっぱ2桁いないのきついよね、やっぱ先発だけある、はい、だからもうサバイバル、うん、ピッチャーサバイバルだね、はい、外国人投手もね、ひょっとしてうまくいかなかったオープン戦で、ね、うん、ちょっと開幕打つためにいないかもわかんないしね、はい、そうですね、うん、野手はないよ、うん、ピッチャー西武の野手大変だなでもそれは仕方ないよね、はい、うん、まあ、でもピッチャーはチャンスがあるから本当にサバイバルと、そうだね、うん、じゃあ続いて巨人、はい、巨人はだってもうキャッチャー大城でしょ、はい、最初はね、うん、でショート坂本でしょ、はい、で外野がセンター丸、うん、ライト梶谷、はい、もしくはレフト梶谷、うん、でサード岡本、はい、で外国人が来るわけよ、このスモークっていうのと、うん、でデームズっていう、うん、だ5人だからどういう編成するかね、はい、デラロサ、サンチェス、ビエーラ、ウィーラー、メルセデス、スモーク、ウレーニャ、デームズ、だから結構いるな、デラロサ、うん、ビエーラは入ると思うんだよね、はい、サンチェスも入ると思うんだよね、うん、だ野手2人だと思うの、うん、そしたらスモークとデームズだよね、はい、普通に考えると、ウィーラーが入れない、うん、そうだね、うん、まあ、でもあとは合流がね、そうか、どうなるか分かんない、ね、そう、ウィーラーはもう合流してるから、はい、日本にね来てるから、うんうん、この合流がどこまでなるかっていうのが分からないところと、はい、でまあテームズっていうのが外野手だから、うんうん、そうなると外野一つ埋まるじゃんね、うん、だもう外野は誰も、もう松原とかも去年あんだけ頑張ったけど、はい、もう外野はノーサバイバル、そうですね、デームズ、丸、梶谷、終了、はい、きつい、いや FA とか巨人は来ちゃうから、松原とか去年あんなに頑張ったのに、うん、もう、うん、ノーゲームよ、はい、戦いっていう名のゲームさせてくれないのよ、うん、はい、であとがこのスモークでしょ、はい、ファースト、うん、だファーストも、はい、だスモークがファースト、はい、ファーストも、うん、もうノーレギュラー、はい、去年ファースト誰やってましたっけ、中地とか、あ、だからセカンド、はい、吉川選手、まあ、吉川だよね、だって去年あんなに頑張ったんで、はい、吉川選手は代役定着したんじゃないですか、うん、でも97試合2割7分4、うん、まあもうセカンドここまで来て吉川だよね、はい、うんうん、じゃあもう空いてません、はい、空いてない、どこも空いてない、どこも空いてない、はい、だってもうスターティングラインナップ言えるんちゃう、そうですね、1番ライト梶谷、1番に梶谷選手にします、2番ショート坂本、はい、3番センター丸、うん、4番サード岡本、岡本5番ファーストスモーク、うん、6番レフトデームズ、デームズ、うん、7番キャッチャー大城、8番セカンド吉川、はい、じゃない、そうです、9番ピッチャー、うん、これじゃない、先発、はい、開幕スタメン決まった枠ないですね、な、外国人も来てるし、はい、外国人2枚来て FA2 人来て8分の3もう待ってるんだよ、もともといる岡本坂本もあるよ、はい、吉川、うん、大城、はい、もうノーサバイバル、うわー、2番手争い、はい、そうですね、何、うん、かあった時の、でそこの2番手争いに、はい、ヤシだとウィーラーとかいるわけよ、うん、そうですね、うん、ここにも勝たなきゃいけないわけよ、はい、日本人は、うん、で先発、うん、はい、ピッチャー見ようか、じゃあね、はい、菅野、はい、戸郷、はい、決定ですね、うん、決定で、サンチェス、はい、もう決定かな、うん、サバイバル3枚だけでした、まあ、でもどこも3枚は確定してるけど、あと3枚はもうどこも大体どのチームもサバイバルだね、うん、3枚ぐらいは、はい、よっぽどのことがない限り、うん、で、リリーフは、まあ、デラロサ、はい、田口、はい、中川、うん、ビエイラ、高梨、うん、大江がいるから、うん、結構いますね、うん、
で直江はね、うん、今年新人を取らせるって原監督言ってたから、うんうん、でそういうのもあるから、はい、中継ぎ結構ハマってるね。いますね。だから、まあ、だからまあ4人空いてるね。4人、はい、枠先発ピッチャーあと3枚、まあ、と中継ぎ1枚ぐらい空いてるかなっていうね、うん、だから4倍、はい、サバイバル。うわいやなんかサバイバルって大変だなって思いがちですけど、うん、サバイバルできてラッキーじゃないですか。そう、サバイバルある方が選手としてはラッキー、ラッキーですよね、うん、だから埋まってる野手埋まっちゃってて結構しんどいですね。それはしんどいよ、うん、ノーサバイバルよ。入っていける隙がないっていう。だから誰かが怪我するか調子が悪いの待ちだよね、うん、ほら12球団やってきたじゃん、はい、ないでしょ。ない。原監督前横一線っても言えないですね。だって横一線じゃないもん、ね、はい、どの位置でですかみたいな2番手はもしかしたら横一線の可能性。2番手はどのチームも横一線よ。はい、うん、でももう巨人はもうないですね。うん、ほぼない、はい、2番手争いだね、うん、じゃあその中で巨人、はい、うん、こいつに勝負していこうよっていう、はい、おいます。空いてないんだけどね。いや、そう、結局ソフトバンクもほぼ言えなかったじゃないですか、うん、まあ、言いましたけど、バンクの投手って、うんうんうん、あるの俺、はい、平内子、ドラフト1、はいはい、いいのよ結構、うん、あ、そうですか。何気に、うん、くじ外したけどね、はい、俺何気にいいと思ってるんだよ、うん、だから直江、うん、じゃなくて平内、はい、新人王になる可能性あると思う。おお、そうですか、うん、あると思う、はい、新人王、うん、何気に、うんうん、だから俺は平内をローテーションの一角に入れてほしいよね。バズッと、うんうん、俺はいけるような気がする、うん、気がするだけだけど、ね、はい、え、何見ていいなと思ったんですか。いや、その大学時代のフォームとか投げ方とか、はい、球とか見て、うんうん、でもまあもう一回見るけどね、はい、ちゃんと、うん、だそこはじゃあ期待して、またオープン戦終わったらね、はい、意見変わるかもわかんないけど、はい、今現時点ではね、まあでも大学卒でだったら全然可能性はね、ありますね。そう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 、新人を、うん、うん、で次西武、はい、空いてないんだよね、ポジションはね。まだライト一つって言ってましたよね、強いて言ったらね、はい、そこも木村がね、うん、まあいるわけでしょ、はい、うん、これ何気に難しくなるね、はい、1人、そうですね。いや、じゃあ私はその鈴木くん、秋山選手とまた今年もね、自主トレ勝負、うん、はい、もうレギュラー出して彼ごと変えるね。木村選手と戦って、戦ってでしょ。もう俺はもうそいつにポジションやってって話だ。やってか、難しいな。私はもう個人的な推しってだけですから。そうだね、はい、推し面だもんね。そうです、あの高校が一緒なんで、うん、よし、もう俺は決めた、はい、悪くても、うん、今井で行こう。おお、いやもうね、あの崖っぷち選手でも言ったけど、うん、6.13 の防御率をなるような投球してないわけよ、はい、もうちょっとね、崖っぷち選手で言ったことの考え方を変えてやっていくと絶対良くなってくると思うから、はい、今井で勝負行こう、はい、期待で応えてもらいたいね。でもまあ枠がありますから、私は入る気がしますけどね、今井投手、うん、でも入るだけじゃダメなのよ、はい、結果出さなきゃ、うん、だからでも入ることは上げて、入る機会を上げてほしいね、はい、であとは本人次第だからね、うん、まあ、頑張りを期待したいなっていう。そうですね、うん、2桁勝ってほしいですね。そうですね、うん、でもないでしょ、横一線じゃないでしょ、はい、よく分かったでしょ、はい、だからもうこれから思って、うん、そのまだ言う人いると思うの、はい、まだ、はい、キャンプとかキャンプ途中でも言う人いると思うの、はい、横一線って嘘つけって。でもメディアに聞かれたら言っちゃうんでしょうね。いやいや、言ったらダメだよ。いや、今のところなんかいい選手いますか、注目してる選手は、うんうん、いや、うん、横一線ですね、横一線で見るんで、うん、って言いそうです、うん、もうそれ嘘つけって言って、もう突っ込んでいこう嘘つけって言って心の中で思っときます、はい、はい。